はい、皆さんどうもお疲れ様でした。この私第一弾で深田さんがね決めてたんですけど、これは若者の今回の討論会の勉強会なんですね。で明日はシニアに計画をさせてもらったんですが、深田さんが私が若者のグループに入るのが恥ずかしいということで第一弾第二弾というふうにしたんですが、私はこの若者のこの講演会を非常に重視して、今これから日本を背負っていくのはこの若者たちなんです。そしてその若者たちの今リーダー的存在である方々を皆さんのに紹介したかったんですね。でこれからの日本は今登壇していただいた皆様方が引っ張っていただく非常に頼もしいです。ボランティアでやってくれた方も深田さんの支援者とボランティアの若手の方です。日本はまだまだ諦める状態ではありません。まだまだ日本はまだまだやれると思います。それから今日はですねポールさんちょっと歌っていただきますか。フランスのですねこの方も若者に入れようと思ったんですが、ちょっと人数的にあれだったんですが、外線の方で活躍していただくんですが、今度、前回の13日の集会では登壇していただきました。いわゆるクリスチャンなんですが、今西欧社会もいろんな人もいわゆる宗教が潰されてるんです。いわゆる共産主義者なんですよ彼らは。国体を潰し宗教を潰す、そういう流れが今どんどん進んで、お金だけお金で世界を支配したいという勢力が今どん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 彼らの方が強くなってるんですが、我々はそれを後押ししなきゃならない立場にあります。でポールさんもそのEU のですね、活動家と今連携を取って、デモ行進も計画されているので、ね、また参加をしていただければと思います。ご参加ありがとうございます。私は思うんですけども、実は池袋のあの集会2万人集まりました。その後4月28日試験開封記念日で、まああんまりいっぺんに来ると警察がうるさいからって言って行ったのもありますが、200人足らずなんですよ。この落差は何だったと思いますか。私はね、織本さんが言われたように根本はこの試験がないからということをおっしゃったんですが、これが全ての原因です。先ほどの子どもたちの近藤さんの話もそうですが、全てそういった試験がないからやられている。で今岸田さんはですね、いわゆるアメリカのジャイアンにジャイアンがいじめて、それとかね、そのジャイアンも一緒にいじめが立った方が自分が安全だからってやってるんです。官僚たちもそうなんですよ。自分たちがいじめられないに立つや嫌だと、いじめる側に立つことで自分の保身を図ってる。だからこの政治家官僚はなんで売国税的な国民に対して敵対するような政策をやるかというと、このジャイアンに虐げられてるからですよ。そのジャイアンを倒さないと本当の日本の自立はないんですが、このジャイアンはすごい武力を持っている。日本は戦争を負けてアメリカの米ソ兵力あるいは、米軍の統治下にあるわけですよね。で私はね、左も右もないと言いますけども、日米合同委員会というのは実際には日本のいろんな筋書きを書いている団体があります。それは全く公開されていないんですね。で政治家も管理をしてない。そこで全て日本のお前構造改革やれとか LGBT 統制とか、ね、いろんなことがそこで全部話をされているわけですね。でその抗議を保守は一回もやってないんです。で私ある人がですね、新社会党の新社がですね、その乳酸のホテルで凱旋をやったんです。でびっくりしてですね、一番の敵をはっきり掌握していたのは新社会党かと思ったんですよ。で何もまあ、アメリカの裏にグローバリストがいるというか、そういう本当の敵は誰なんだということを日本人が見えてないんですよ。なぜかというとですね、明治維新は日本はいまだに来賛ですよね、日米来賛ですよね。その主張はですね、一万円札の肖像画は福沢諭吉であり、二戸稲造になるわけで、渋沢栄一になるわけです。この二人が完全に明治維新を文明化させたメンバーなんです。その文明化したということに対して、こういわゆるそのグランドグローバリストですね、が OK を出しているということなんですよ。そして日本は戦争に負けてまたマッカーサー万歳とやって欧米来賛になったんです。欧米来賛でやるからアメリカの言うことは正しい、アメリカの言うことは進歩であるという考え方、この錯覚があるんですよ。ずっと戦後日本人は
この錯覚を解かないと、あの2万人のデモがなぜ200人になったか、この錯覚にまだ皆さんが取り囲まれて洗脳されてるということですね。だから我々はの欧米財産ということで一回持ちながら見つめ直して、今近藤さんが言われたように家族を大事にするとか、国体を大事にするとかいう原点をですね、一回日本人に取り戻さなきゃいけないんです。で、そういう話すると非常に難しいのでなかなか進まないんですが、みんな一兵士として立ち上がって戦わないと本当にやられちゃうんですよね。だからこの今度1時から3時までやりますけども、皆さんが兵士になったつもりで今日登壇された方のバックアップを応援してあげたいとしてほしいと思います。リバウンドとか頑張れとか何かを限ってください。そして今回もね、よろしくお願いします。13時から食事を済ませて集まっていただきたいと思います。よろしくお願いします。